爆発的成長ができる環境じゃないかなと思っていて、まあ、でもそれは人によってだと思うんですけど、うん、その成長したいって思う人、まあ、今の会社で頑張るっていう道ももちろんあるけど、まあ、違う選択して他の場所に行って頑張るっていうのはもちろん全然あり得る。あの今でも覚えてるんですけど、入社初日にこの会社内で飛び交ってる単語の8割ぐらい何言ってるか分からなくてSaaS 未経験、ベンチャーも初めてだったし、カスタマーサクセスも初めて、会計も初めてっていうこの、全部初めての状態のところ。皆さんこんにちは。こんにちは。フィールドセールスの、柳屋と申します。よろしくお願いします。同じくフィールドセールスの大村と申します。カスタマーサクセス担当しているカナダと申します。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと本音ということで、ちょっと包み隠さずに、はい、いろいろこう皆様が欲しがっているような情報を届けられるように話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。入社して4ヶ月とまだ日が浅いので、まあ、これから転職考えてらっしゃる方であったりにも新鮮な情報を届けられるように頑張って話せればと思います。そうですね、私はそれでいくと1年経ったところになるので、まあ、未経験から入ってきたっていうのもあるので、まあ、その SaaS 業界に興味がある人にいい情報をお届けできればなっていうのと、なんか普段のナレッジラボの空気みたいなのもお伝えできたらなと思っています。じゃあ現職種のやりがい苦労ということで、今って僕らフィールドセールスは事前にお客様と打ち合わせするときに、まあ、どんな課題がありそうかみたいなところをその上席の方と相談して打ち合わせに臨んでいるんですけど、まあ、それがダイレクトにハマったときはよっしゃって思いますね。そうですね、僕も同じ、まあ、部署なんで、でもやっぱ僕が一番受注ができたとか、まあ、時が一番やりがい感じるかなと思っていて、やっぱその予算管理市場ってまだまだ発展途上だから、そもそも結構売るのは難しい部類に入ると個人的には思ってるんで、まあ、それでちゃんとこう課題を深掘りしていって、でこうハマった時はすごいまあやりがい感じるし価値提供できたなって思うんですけど、CS の方はどうですか？そうですね、売るのが難しいみたいなのもあったと思うんですけど、やっぱりその馴染みがないものだったりもすると思うので、まあ、CS だったらその入ってきた後のところを担当するんですけど、どうしてもその、まずやりがいでいくと、やっぱりそういうこうどこかの業務の一つを担っているものっていうよりかは、もう会社の根幹となる部分を一緒に携わっているので、それがやっぱりすごいなかなかできることではない分野の商品だと思うので、それはやっぱりすごいいい経験になってるし、やりがいだなって思います、うん、でもそれを裏返した時の苦労としては、やっぱりこうまだその馴染みがそんなに深くない商品だったりもするから、どうしてもそのインフラになるっていうところまでどうしても難しかったりとか、こう取って代わられちゃうこともあったりとかするのを、こうなくてはならないものにいかにするかみたいなところがやっぱり結構反面苦労もあるかなと思ってますね。そうですね、セールスも一緒ですよね。やっぱりそのまだ馴染みがないから、そのお客さんの課題ってやっぱりその、まあ、明らかな場合もあるんだけど、やっぱ深掘っていって、まあ、こういうこともあるとか、まあ、これがシステム化できたらこういったメリットがあるみたいなのを結構気づいてないお客さんも結構いらっしゃったりするんで、まあ、それをいかにこう分かってもらえるかみたいなところ、その、まあ、価値を大きくしていくみたいなところは結構セールスとして求められてるところかなと思うので、まあ、苦労するけどもそれもやりがい、まあ、表裏一体みたいな感じだと思うんですけど、大村さんどうですか？どうしてもマネージボードをその営業始めた当初って機能説明に偏ってしまってるのが課題であって、お客さんが使ってもらうイメージをいかにその商談の1時間でしてもらえるかっていうのがすごい重要だと思うんですけど、それはやっぱりあまり認知されてないっていう領域だからこそ難しいな、苦労してるなっていうのはありますね、うん。じゃあ次、今成長できる環境、身につくスキルはということなんですけど、爆発的成長ができる環境じゃないかなと思っていて、まあ、でもそれは人によってだと思うんですけど、その成長したいって思う人にとってはすごく成長ができる環境だと思っています。こうナレッジラボってすごく
共有の文化があったりとか、あのチームを大切に育てて伸ばすっていう、こうカルチャーがあったりすると思うんですけど、まあ、それが本当に現れてるというか、こう自分の知識をこう共有してくれる方とかが多いじゃないですか。あの勉強会とかもめっちゃ多いし、でそれのナレッジシェアみたいなのをいくらでもなんか取りに行ける環境があるから、その伸びたいと思ってる人にはなんかすごいいい環境かなって思ってますけど、どうですか？まあでもそこはなセールスも一緒かなと思っていて、まあ、基本的にその、まあ、有益な情報とか、まあ、こういうトークの引き出しがありますよみたいなところは結構チャンネルで共有したりもしてるし、まあ、そもそもまあ環境もあるんですけど、まあ、スキルとしてもそもそもまあ営業力がまあめちゃくちゃ身につく環境かなと。あとあのセールスの定例のミーティングがあるじゃないですか。あそこで誰でもアジェンダを書いて、まあ、こういうことをディスカッションしたいですとか、結構発言できる場がたくさんあるので、まあ、その時にそのどういう提案をしたら通るとか、そういったあの提案力みたいなところに身につくのかなって個人的には思ったりします。もう入社年次とかその成績がどうとかって全然関係なくて、その人が思って会社のために正しいっていう方向が正しくなるって思ったらその提案全然できますし、うん、あとはそれをメンバーの人が受け入れてくれてるし、うん、チャレンジできる環境が用意されてるっていうのはすごくその何でしょう、チャレンジしやすい環境だなと思いますね。まあ、どっちのドメインが、まあ、予算管理じゃないですか。で予算管理って、まあ、あのこれぐらいの売上目標があって、まあ、実績がどれぐらいで、まあ、差異がどれぐらいかって分析って、まあ、どの会社もしてるじゃないですか。でそういったその知識とかスキルが身につくっていうのは、まあ、例えばまあ仮に今後、まあ、どこかの違う場所でチャレンジしようっていう風になった時もすごいこうアピールできるポイントだし、あんまりいないと思うんですよね、その予実管理知ってますとか。でそういった意味でもかなりあのポータブルスキルっていうか身につく環境なので、そこはめちゃくちゃでかい、まあ、あのうちの強みかなとか思ったりはしますね。いや実際僕も入社する前正直予算管理って何っていうところからだったんで、募金も知らなかったの。知らなかった。あれですよね、3人で入社前に話した時全然まだ何もですみたいなところからでしたよね。そう、募金の方も知らなかったの。もうしてる。そこでね、募金の知識とかもね、あの学べるから決算書を読めるようになったりとかね、ちょっとビジネスパーソンっぽい感じするよね。そうですね。あと時間にすごく1分1秒大切にしてる人が多いので、そのダラダラとした時間を過ごさないっていうのもすごい刺激にはなってますね。うん、その、まあ、営業力っていろいろあると思うんですけど、やっぱそのお客さんがどういう、まあ、課題を抱えているかとか、あこういう発言が出るってことは実はこっちにも課題があるんじゃないかみたいなところをこうロジック的に考えて、それをこう掘り起こしていく、潜在化したものをこう顕在化するって感じですかね。まあ、課題の大きさをこう大きくしていくみたいなところは結構身についたスキルかなと思います。営業の時にすごい意識していることとしては、分かりやすく伝えられるかっていうところに全てかなと思っていて、あいかにその1時間でマネージボードの魅力が伝わって、あこのサービス使ってみたいなって思ってもらえるような伝え方をこっちができるのかは意識しているところですし、勉強になっている部分ですね。そうね。あといろんな業界のお客さんが来るから、うん、そのこの業界だったらこういうビジネスモデルだからこういう予算管理してるだろうとか、そういうのをこうあの事前準備しながら臨ん で実際にじゃあ御社の場合だったら多分こういう予算管理になるからこういう使い方ができますよみたいなところも結構こう引き出しがないと言えないから、そういった意味では業界理解につながったりとか、提案はこうするんだみたいなところはもう、まあ、前職もやってたけど転職よりもすごい学べたところではあるかなと思いますね。いやそうです、あのカスタマーサクセスに実際のそのどういうお客様がこういう運用されてるみたいなところを教えてもらえるので、実際の商談であこの業界の方ってこういう使い方してますよみたいに言えたら、あそういう使い方してるんだねみたいなことも結構あるので、うん、特殊な KPI こんな、ね、業種でこんなありますよとか、それはすごく助かってるなって部分ですね。じゃあ今後のキャリア展望についてということで、足元の目標としてはその一流のセールスマンになりたいなっていうのを思っていて、今ってその商談するお客様の規模もどんどんこれから大きくなっていく中で、やっぱりその大きい商談任せてもらえるかどうかって、その僕にどれだけ能力があったり会社から信頼されてるかっていうところが重要になってくるかなと思うので、そこは自分がどんどんスキルアップしていって、そのキャリアとして伸ばしていきたいなっていう部分ではありつつ、
今お客様と話しててもいろんな業界の知識が増えてったりとか、あと転職市場でそういう経営に携われる、携わったことがある人ってすごい市場価値高いじゃないですか。逆にいろんな会社のそういう経営のところとか見たことありますよっていうところで市場価値っていうのはどんどん高くなっているので、これから起業したりとか転職したりっていうところは増えてくるのかなとは思ってますね、うん、売上上げてレイヤーを上げて年収を上げるっていうのは率直な、まあ、目標ではあるっていうところと、まあ、今の会社で頑張るっていう道ももちろんあるけど、まあ、違う選択して他の場所に行って頑張るっていうのはもちろん、まあ、全然あり得ると思うんで、まあ、どっちの選択を取っても、まあ、通用するような、まあ、人材になりたいなと思うから、やっぱそういったマネジメントだったりだとか、やっぱそのポータブルスキルみたいなとかすごい必須になってくるかなと思うので、そのどっちも考えながらやっていくっていうのが理想にはなってますね。やっぱり今ってこうオンボーディングをずっと現場のオンボーディングみたいなのをこう1年やってきて、あのな、そうですね、100社以上こう担当したりとかしてきたんですけど、今は最近やっとこう一歩ずつですけど、まずじゃあそれを私がこうやってきたことをじゃあ標準化するにはとか、あのこれを他のメンバーも同じことをできるにはみたいな、ちょっとずつそういう仕組み作りとか、あの施策にこう関わらせてもらっていたりし始めているので、なんかちょっとそういうこう、まあ、社内でまずはこう仕組み作りとかちょっと一個上のところにあの携わりたいなっていうところがまず直近の目標ですね。でまあその先の話で言うと、やっぱり今もあったみたいに、まあ、なんか将来どういう選択になったとしても、なんかここでやってきた経験とかってあのすごく貴重なものになると思うので、その例えば私だったらもともとずっと営業やって、お二人と同じような営業やっていたので、まあその営業もできる CS、 なんかこう守りだけじゃなくて攻めもできるみたいな部分とかで、そこに今そのドメイン知識である会計領域のところも携わった、なんかこう自分の掛け算みたいなのを持って、あのこれからなんかその唯一無二な猫存在に、なんかビジネスマンになりたいなっていうところはありますね。じゃあ最後転職者にアドバイスということで、私も当時未経験、もちろん SaaS 未経験で、あとベンチャーも初めてだったし、あとカスタマーサクセスも初めて、あと会計も初めてっていうこの、全部初めての状態のところに飛び込んだっていうのがあったので、すっごい不安だったんですけど、なんか今の環境からその出るのってやっぱ怖いし、こういう新しいものだらけのところに飛び込む、でさ結構なんかキラキラしてそうだし、イケ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 のとこ行けるかなみたいなあったんですけど、思ってたのはその今のちょっと不満を抱えながら今の会社にずっといるのと、まあ、たとえ失敗したとしてもチャレンジをしたっていうとのを比べた時に、失敗してもこっちの方が勝つんじゃないかなって思って、で飛び込みました、うん、そしたら結果、まあ、失敗ではないし、もちろんあのチャレンジしたことが良かったなって思えたので、怖いな、どうしようかなって悩んでる人には、あの失敗しても多分勝つっていう、経験が勝つっていうところはなんか伝えたいかなって思いますね。まあ、転職がゴールじゃなくて、やっぱ入って活躍するってのが多分みんなさん幸せになる、あの重要なところだと思うので、やっぱ入ってからの最初のキャッチアップっていうところは、やっぱりこう気合い入れてやっていった方が、後々あの時やっといてよかったよねって絶対なると思うんで、だそこはなんかこうあらかじめ、まあ、覚悟という言葉でもないけど知っておいた方が、なんかギャップは感じづらいんじゃないかなと思う。ただやっぱりそれぐらい頑張るってことは自分の市場価値も上がってることだし、今までになかった知識が身につくわけなので、絶対にその挑戦する価値があると思うし、まあ、やっぱり、まあ、企業体系っていうところも結構やっぱ他の業種と比べて高いっていうのは正直あるかなと入ってやっぱ感じたので、頑張ってほしいなって思いますね。そうですね、あの僕も4ヶ月前にちょうど未経験から入社したばっかりで、あの今でも覚えてるんですけど、入社初日にこの会社内で飛び交ってる単語の8割ぐらい何言ってるか分からなくてもう横文字、横文字もね、あの FS とかさ、なんか CS、 なんか IS とかさ、ほんま分かんなかった最初。まあ、その転職するしたいって思ってる理由はそれぞれにせよ、これから学んでいくの、いける姿勢があるのかとか、うん、気持ちっていうのはすごい大事なのかなと思いますね。うち的にはやっぱりあの
まあ、チャレンジ精神が豊富で、やっぱりこう自走できる人に来てほしいなと思っているので、やっぱそういう人であれば絶対に成果出るし、多分まあ年収もガンガン上げていけると思うし、なんかそういったこうエネルギッシュな人には来てほしいなって個人的には思います。そこら辺 CS のカナダさんどうですか？そうですね、私もそれを自走みたいなところは大事だと思ってて、なんか具体の話で言うと、なんかこう勉強とかっていうのも、例えばなんか資格を取ることが目標の人って別にあんまり少ないかなと思ってて、このお客さんの課題を解決してあげるためには自分にこの知識が必要だからそれを勉強するとか、なんかそこを手段としてこう、ま、学ぶことができる人とか、そこにこう興味関心が湧いて自分から取りに行ける人みたいなのはすごくなんかマッチするんじゃないかなって個人的に思いますね、うん、本日の感想ということで大村さんいかがでしたか？いやそうですね、僕も転職活動始めたのがもう本当につい最近だったので、あこんな不安あったなとか、これこういう機会ですごい思い出すことできたので、やっぱり今転職考えている人には少しでもその、まあ、不安を取り除いてほしいですし、まあ、何かこの動画がきっかけになってくれたら嬉しいなと思いますね。初めての転職だもんね。はい、花さんどうでしょう？はい、私もこう自分の今までの1年間だったりをすごい振り返る機会になったなと思って、あのすごくいい機会をいただいたなと、あの率直に思ってます。まあ、すごい結構割と本音というかね、こう うちの話を出したりもしたので、まあ、それがなんかこう雰囲気伝わっていればいいなと思いますし、あの SaaS 全体のこう盛り上がりにも何かしらねこうちょっと貢献できたら嬉しいなというふうには思っているので、はい、今日はすごい楽しかったです。めちゃめちゃ緊張したし、なんかこういう不安とかあったなっていう、こう自分のその振り返りみたいな時間にもなったので、改めてその、まあ、今後の自分のキャリアだったりだとか、なんかどうしていきたいのかなっていうところを考えるきっかけにもなったので、非常に有意義だなと。これから転職を目指されてる人にも、まあ、いい情報を届けられたのかなと思うんで、まあ、そこはすごく楽しかったなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。